では初めの話題です。南陽市内4つの観光ぶどう園が今日オープンし、今シーズンの営業がスタートしました。赤湯の資金園で行われた開園式には、市内の観光関係者などおよそ30人が出席しました。はじめに神事が行われ、今シーズンの安全を祈願しました。また南陽市観光協会の鈴木和也会長が、南陽赤湯の美味しいぶどうを県内外の人に味わってもらえるよう PR していきたいと挨拶しました。続いて赤湯幼稚園の園児たちが元気いっぱいのダンスを披露した後、出席者の代表がテープカットを行い、観光ぶどう園の開園を祝いました。どうぞ。南陽市観光協会によりますと、今が旬のデラウェアは甘み、色づきともによく、例年以上に美味しいぶどうに仕上がっているということです。オープン初日の今日は家族連れなどが訪れ、たわわに実ったぶどうを摘み取り、美味しそうに頬張っていました。観光ぶどう園の今シーズンの営業は10月中旬までで、料金は小学生以上が700円、4歳以上が350円、3歳以下は無料となっています。多彩な肉料理が味わえる米沢肉の陣と題した初めてのイベントが、おととい米沢市の松ヶ崎お祭り広場で開かれ、初代肉将軍6店舗が決まりました。米沢肉の陣は米沢商工会議所青年部が長年地域で親しまれてきた B 級グルメの祭典 Y1 グルメグランプリに代わるイベントとして企画したものです。新型コロナの影響で去年おととしと中止になったことから、今年初めての開催となりました。全国に誇るブランド牛の米沢牛をはじめ、銘柄豚天元豚、そして米沢のソウルフード義経焼きとして食されてきた羊肉など、さまざまな食肉文化を新たな観光資源に、地域を盛り上げることが狙いです。牛、豚、鶏など6つのジャンルが設定され、沖玉の飲食店21店舗がいずれかのジャンルで渾身の一品を提供しました。午後3時のスタート時には、この日を待ちわびた人々がテント前に長い列を作り、米沢牛を使った丼や羊のラムチョップステーキ、さらに馬刺しなどが人気を集めていました。イベントでは検温や人との距離を取るなど新型コロナ対策が取られ、テイクアウトだけでなく、購入した肉料理をビールとともにその場で味わう飲食スペースが設けられました。いや、美味しいですとても美味しいです。で、ファインウェナー、たくさんの人がいて盛り上がってて、とてもいいイベントだと思います。はい、やばい、最高ですね。はい、まあ楽しむならそれなりの、やっぱりこうちゃんとモラルをちゃんとやってればこうやってできるってことなんで、全然いいと思います。来場者と SNS による肉料理の人気投票が行われた結果、牛肉部門のグランプリにはカフェソラの米沢牛入りミートパイが選ばれるなど、ジャンルごとのグランプリが決定し、それぞれに肉将軍の称号が贈られました。続いての話題です。県立米沢女子短期大学で昨日オープンキャンパスが行われ、県内外の高校生およそ150人が模擬授業を体験しました。米短では毎年7月に2回に分けてオープンキャンパスを行っています。この日は県内外の高校生およそ150人とその保護者などおよそ100人が訪れました。
4つの学科ごとに模擬授業や個別の進学相談などが行われ、参加者はその中から興味のある学科を選び参加することができます。このうち社会情報学科では経営管理論の講義を担当している講師の高浜海人さんが模擬授業を行いました。人が行動を起こすためのやる気をどうやって増幅させることができるかを主題に、企業の経営を例に分かりやすく説明しました。高浜さんは、人は行動によって得られるものと失うものを比べて、得られるものが多い場合に行動する、得られるものの価値を高めるために成果を具体的にイメージすることが大事ですと話しました。高校生たちは真剣に聞き入り、受験勉強のモチベーションアップにつなげていました。続いての話題です。鷹山桜の森パークゴルフ大会がこのほど米沢市古志田町の鷹山桜の森パークゴルフ場で開かれました。この大会はパークゴルフ場の管理委員会が毎年開いていて、米沢地区パークゴルフ協会の会員を中心に60代から80代までの72人が参加しました。競技は4人1組で18ホールを2回回る全36ホールで行われ、男女別に優勝を競いました。鷹山桜の森パークゴルフ場は起伏に富んだコースが多く、難易度は高めだということです。参加者は初心者からパークゴルフ歴15年以上のベテランまでと幅広く、初心者がアドバイスをもらいながらプレーする場面も見られました。この日は午前中から気温が30度を超え、強い日差しが照りつける中での大会となりましたが、参加者たちは元気にプレーを楽しんでいました。代わって NCV からお知らせです。明日8月2日火曜日午後7時から新潟県長岡市で開かれる長岡まつり大花火大会を生中継でお伝えします。花火大会では超大型ミュージック花火の数々による共演が繰り広げられます。ぜひご覧ください。続いて明日のイベントの予定をお伝えします。鉛筆画の世界と題した展示が道の駅高畑で始まります。期間は明日8月2日火曜日から16日火曜日までとなっています。大学生サークルによる宿題相談会、宿題お助け隊が午後4時から米沢市の那瀬場で行われます。以上、明日の予定でした。この時間は東南沖玉西2町の地域の話題をお伝えしました。何度もつまずいて、そしてまた毎日を乗り越えて。ダゾーンモーメンツ、 J リーグのスーパープレー、スーパーゴールが購入できるダゾーン初公式 NFT。J リーグの NFT が数量限定で続々発売中。興奮を集めよう。ダゾーンモーメンツ。ようこそステップスへ。里山ソムリエ黒田美香です。一度の旅でときめいた米沢から季節の便りをお届けします。隔週火曜朝7時ほか FMNCV 沖田の語でお聞きください。地球の片隅からラジオ、沖田間に関係のある外国の方と地域の人をつなぐ番組です。いろんな国のいろんな話を楽しく伺っています。ぜひ聞いてくださいね。